三型崩れ山は、岐阜県大野郡白川村の両白山地の東部に、位置する標高2059メートルの山である。白山国立公園内にある。山頂部から北東、南東、南西の三方向に赤茶けた大きな崩落地がある、ことが、山名の由来である。1585年の白山大地震の際に、山頂部が大崩壊したものと考えられている。 昔白山に住んでいた天狗の爪痕によるものであるという伝説もある。麓付近の斜面は針葉樹の植林地となっているが、その上部は裏白の仲間戸、岳かんば、ブナ、水ならなどの紅葉樹林帯となっている。世界遺産の白川郷からは南南西にその山陽を望むことができる。東側の麓には白川郷、平瀬温泉がある。 岐阜百山の一つに選定されている。国道156号の道の駅飛田白山から西に林道があり、その終点が登山口となっている。山形崩れ山への唯一の登山道である。道の駅飛田白山に隣接する白水の湯からのルートは岐阜県による岐阜県産のグレーディングで技術的難易度がランク B、体力度が4、1から10とされている。 山頂までの距離は4 8トルである。1 6 2 4ルの標高点まで船林の旧坂の樹林帯が続き、その先に南側が崩落している白枯れがある。その先は両側が切れ落ちたナイフリッジの痩せ尾根が山頂まで続く。山頂周辺は大白びそなどの信用樹林帯となっている。山頂は東側が絶壁になっていて、 東に、猿ヶンバ山、遠方に、北アルプス、御嶽山、三コ、ハ湖、鳩谷ダムなどを望むことができる。南東には、別山を望むことができる。白山の大部分は、奥味方だけに隠れる。山頂に二等三角点が設置されている。登山道の周辺には、山小屋やキャンプ指定地はない。山頂から、奥味方だけへと続く稜線は、熊笹や、 大白びそなどの樹木が生い茂っている。登山道はなく、残雪期以外の歩行は困難である。登山道の下部では、岩内は、中腹部では、岩鏡苔もモも午前立場なつまとりそうな、紫足をつつじ、上部では、裏ラの仲間道、オバキスミレオヤマリン道、日光木ウキゲなどの植物が見られる。北方の三方岩だけから望む三方、 崩れ山と白山南方の日照岳から望む奥、三方岳と三方崩れ山両白山地の主猟線の間、内西への頭から東に派生する尾根上にあり、山頂から西 1.2km に奥三方岳がある。山頂の東側には小川を挟んで、飛騨高地の人形山や猿ヶ万馬山などが退治する。以下の小川の支流が源流の河川で日本海へ流れる。 山頂の南東6 4キロメートルには、ミボロダムがある。ありがとうございます。